備みたいなお揃いのねウェアですけれども、いろいろ種類もあるのですごいおすすめですね。まあブルックスといえばね、自分ですから久々のブルックス登場ということ で、ね、はい、テンション上がりながら楽しく走れるっていうのが一番のポイントです。こんにちは、日本一走るアナウンサーの長谷川智香です。今回はショップ店員が自腹でも買いたいマストバイアイテム参戦ということで、スーパースポーツデビュー東京お茶の水本店に来ています。今回アイテムをご紹介してくださるのはおなじみのシューズスペシャリスト田中さん、そしてスーパースポーツデビュー東京お茶の水本店スタッフの石井さんです。よろしくお願いします。お願いします。お二人コンビみたいなお揃いの、ね、ウェアですけれども、レースを、ね、走ってきたんですよね。そうですね、はい、先日の東京マラソンで、うん、もうちょっと揃えて、はい、実際にこのウェアでお二人とも走られたんですよね。あ、そうです、はい、もう完全に二人にこれで目立ちますね、はい、これ、はい、で石井さんがね、そして、ね、3時間半切りを目標に走ったんですよね。そうですね、はい、前半ちょっと一緒に走ってたんですけどね、はい、うん、あなた結構またいいペースで軽快にこう走ってたんで、ちょっと期待もしてたんですけど、はい、まあいろいろね、42キロありますからね。どうですか、振り返って。振り返っても25キロぐらいの地点からすごいきつくて、もう何度も歩こうと思ったんですけど、うん、でもやっぱ東京マラソンなんで沿道からの応援がすごくて、はい、まあ、なんとか粘ることはできました。でも25キロから辛かったもんね、はい、残り17キロずっと辛かったってね。そうですね、はい、でも頑張ってましたね。素晴らしい、はい、本当にまたちょっと次に向けてね、はい、またね頑張ってほしい。いや、またね引き続き応援していきたいと思いますので、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。では今日はどんなアイテムをご紹介してくださるんでしょうか。はい、シューズとソックスとランニングウェアを紹介します。それでは早速お願いします。お願いします。ではまず一つ目のアイテムは今月の神シューズということで、田中さんよろしくお願いします。はい、お願いします。今月はですね、こちらブルックスのグリセリン21を紹介したいと思います、うん、はい、はい、これどんなシューズなんでしょう、はい、ここからはちょっとウルトラマラソン出場も考えてて、はい、その時の今一番候補にちょっと考えてるシューズをちょっと今日は紹介したいと思ってます、はい、じゃあ本当に一押しっていうことですね。そうですね、はい、うん、で、まあ、ブルックスといえばね、自分ですから、はい、久々のブレックス登場ということ で、ね、はい、はい、今まではハイペリオンシリーズ系をね結構ねこう紹介してたので、はい、どちらかというとこうレーストレーニングとかレース用のシューズが多かったんですけど、こちらのグリセリン21に関しては、うん、まあ、ズバリ本当に普段のジョグから、まあ、少しペースを上げても実は結構軽いんです。でブルックスの中でこのちょっと発泡した素材、こちらエキカチストガス入れて発泡させた素材によって、うん、非常にまあクッション性もあるんですけど、こう地面であんまりこう潰れずにこううまく反発をしてくれるところで、まあ、元々グリセリンの20、グリセリンっていうシリーズがどちらかというとブルックスの中ではまあ一番こう最上級クッショニングモデルとして、まあ、ずっと出てきたモデルなんですけど、まあ、その中に、ね、ここ20からこういう窒素ガス系の素材を入れて、まあ本当にジョグでゆっくりも使えるし、こう反発もこうしっかりもらえるので、うん、多分長い距離には長ければ長いほどなんか生きてくるのかなって個人的には思ってるので、ここから本当に重宝するシューズだと思いますし、はい、20は初マラソンの思い出の実は石井さんのシューズなんで、うん、はい、じゃあ相棒として、はい、でその進化系ということで、はい、よりなんか安定感も増したし軽くも非常になっているので、うん、本当にすごい走りやすいシューズかなと思います、なんかこれ聞くとやっぱ本当バンドになるかなと思うんですけど、はい、これどんなランナーに合うんでしょうか、はい、そうですね、もう本当に例えばちょっとマラソンレースが一段落して、まあ、ここからちょっと、まあ、ゆっくり走る期間とか、まあ、休養期間みたいな感じでこう足をしっかり作っていくっていうのもいいですし、先ほど自分が言ったみたいにここからなんかちょっともっとこうエンデュランスの、うん、長い距離のレースを目指していくっていう方にはやっぱりカーボンプレートとかになっちゃうと、まあ、走り切る方もいるんですけど、はい、だんだん皆さんそうじゃなくなってくると思うんで、まあ、こういった軽量で反発なんだけども安定感があるしとかっていうのもちょっと選択肢として入れてみるといいかなと思います、うん、はい、でブルックス、これグリセリンに関しては実は結構種類がある。これグリセリンの GTS っていうモデル、はい、で、まあ、内側の倒れ込みを抑えてくれるもの、はい、まあ、ブルックスの GTS ってついてるんですけど、これグリセリンをベースに GTS 機能、要はガイダンスのプロネーションサポートしてくれる機能がここに備わってくるんで、ちょっとそこら辺の不安がある方はこういうのを使ってみてもいいですし、で結構一押しなのが実はこのグリセリンステルスフィットっていう、なんか可愛らしい、はい、このアッパーとこう終端が一体型の、はい、ちょっと普段使いなんかでも結構デザイン性的にもちょっと
渋めの、はいはい、デザインが結構多くて、まあ、本当にスポッとこう履き心地としては履けますし、意外とこういうのってちょっとフィット感とか足首周りの固定とかどうかなっていう、うん、結構意見もあるんですけど、割とこれは個人的には結構しっかりそこら辺のブレはそこまで気にならないので、まあ、タイプをいくつかあるのでその辺のこう組み合わせてみて、どれを、ね、自分の中で好きなタイプかなっていうので選べるシューズなんで、これ一つのモデルでこういう形でやるっていうのもあまりないとちょっと面白いかなと、ね、はい、本当用途とか本当その方の特性に合わせて、はい、まあ、ちょっとね足を入れてみて、そうですね、まあ、ここからはやっぱりこうランニングを始めるっていう方もいると思うんで、そういう方にもぜひ履いてほしいシューズかなと思います、うん、本当初心者の方からこれからウルトラ走る方までもうかなりね、そうですね、全ランナーにおすすめみたい、はい、もうこれはもう本当に一回足を通していただくと本当ブルックスの、ね、フィットが気持ちいいんで、はいはい、またちょっとここからまたちょっと熱が入っちゃうんでこの辺にしておきますけど、だいぶ熱風ができてますね、とりあえず足入れてもらえれば、はい、結構気に入る方が多いんじゃないかなと思うんで、うん、ぜひ試してみてほしいですね、はい、では2つ目のアイテムは何でしょうか。はい、こちらのフューチャーズのソックスになります、うん、こちらは私たちも、東京マラソンで履いたソックスになります。お揃い？そうですね、お揃いというかこれはね、はい、片足ずつ履いてます。だから柄が違うんですね、はい、かわいい、そういう履き方もできちゃうんですね。そうですね、直前にご了承されました。はい、あ、石井さん発案、はい、かわいい、いろんな柄あってね、本当かわいいですよね。とにかくデザインがすごい可愛くて、どれにしようか迷っちゃうぐらい、いろいろ種類もあるのですごいおすすめですね。石井さんはこれどれおすすめですか。このいろんな、ね、はい、柄ありますけど、私個人的にはこれが、これか、自分実はこれ買ったんですけど、はい、これおすすめです。可愛 い, い, いで鮮やか で,、はい、でもちょっとシンプルなんでね、合わせやすそう、うん、そうですね、もう生地もしっかりしてるんでいいですよね。はい、なのでこれ東京マラソンでこれで走ったんですけど、豆とかもできずに最後まで走り切れたんで、うん、そういう機能面とかでもすごいおすすめなソックスになってます。どうですか、ね、着圧とか滑りやすさみたいなところでいくと、はい、そんなにすごい締め付けがあるっていうわけでもなく、だからといってそんなになんか緩くもなく、すごい程よいソックスになってます。ちょっと丈が長めなものが、はい、特に人気がね、ありますよね。今だと結構なんかタイツに合わせて履いたりとか、はい、ね、こんな感じで、ね、はい、履いたりとか、足元がパッと華やぎますよね。そうです、はい、新しいのが入ってくると大体すぐ報告、はい、やっぱり本当、はい、センサーがね、はい、デザインの良さが先行しがちになりそうなんですけど、うん、はい、でもやっぱり本当にやっぱ履いててストレスっていうのはやっぱりないかなって思いますし、うん、すごい履きやすいですよね、うん、見た目だけじゃなくて機能性もね、本当にというところで、うん、まあ、これ1足でもいいですし、こういう風な感じで2足買って1個交換するっていうのもおすすめな、ね、そうですね、洗濯の時だけ気をつけてもらって、そうですね、家で片足ずつしかないんで干す時のあれセットがどうかみたいな感じになるんで、ね、そこだけ気をつけてもらって、はい、いろいろな、ね、楽しみ方があるというところで、はい、皆さんもぜひね試してみてほしいですね。はい、では最後3つ目のアイテムは何でしょうか。はい、私のお気に入りで好きなメーカーのチェイスカイのランニングウェアになります。すごいお気に入りです、大好きだって、もうね、いきなりもう見て、はい、確かに可愛い。そうなんですよ、なんかシンプルなのよりもやっぱりランニングってちょっとやる前からちょっと楽しまないとっていうので、はい、こういう風なちょっと派手な、今も着てるような感じの派手なウェアが好きで、チェイスカイのウェアが確かにこのデザインの細やかさとかで、ね、着ててテンション上がりますよね、はい、そうですね、もうこれはこの春のね一押しじゃないかなっていうぐらい、結構、はいはい、スタッフ間でもこう、うん、みんな欲しい欲しいって、そうですね、相談したくない、だって全員買っちゃったらもう確かに私たちもね買えなくなっちゃう、はい、この見た目のね可愛さももちろんですけれども、機能面もねこれセンスカイだといいですよね。そうですね、これ機能面としてはすごい軽くて、走りやすい、着心地がいいっていうのもあったりとか、あとはこういうふうな派手なウェアを着て走ることでテンション上がりながら楽しく走れるっていうのが一番のポイントです。マラソンメンタルのスポーツなんでね、自分のね心をいかに上げていくかって大事ですもんね。そうですね、もうまず自分からね、うん、でこれを着てる人たちはこう周りに、おなんか派手なウェアをって言って声をかけてくれたりとかするんで、さらにパワーになりますね。見つけるとなんかね、うん、声かけたくなるんですよね。あ、それどこのとか、なんかエンドで置いてても、あ、なんかこの派手なシャツの人みたいな応援されたりとかしますもんねそうですね、確かにセンスカイはやっぱり個人的にはね、やっぱりこう、はい、同じ柄でやっぱり、いや可愛い、
行ってほしいですね。これも今まさにそうですけど、やっぱりなんか ここでちょっと押さえて黒いパンツっていうのも、はい、まあ、ちょっと締まっていいのかもしれないですけど、やっぱりここはこんな感じで行ってほしいですよね。本当ね、推しなんだってもすごい伝わってきました。皆さんぜひね、店頭でこれ見に来てください。今回は石井さんのね、好きがギュッとね、詰まった回でしたね。はい、そうですね。まあそんな中、私の、はい、このブルックス好きの田中のおすすめするこのグリセン21は、うん、まあ本当これからね、どんな方でも履いてもらえるシューズだと思うので、ぜひぜひ足をまず通していただきたいと思います。はい、おしゃれで可愛いこのソックスと、おしゃれで可愛いこのランニングウェアを、ぜひ、これから始める方も、新しくウェアを買い替えたい方も、どちらの方でも、おすすめな商品になってます、はい、ぜひね店頭でね自分当ててみてね、はい、上がるものをねぜひね皆さん手に取ってほしいですね。そうですね、もうこの辺はもう石井さん呼んでね、アドバイスコーディネートの ねアドバイスをしてもらえればもう一緒に盛り上がってて買いたくなっちゃう。確かにあれもこれもってね、はい、レースが一段落してまたねちょっとファンダーとかねいろんなねシーンで使えることも多いと思うのでね、自分のね気分が上がるものをねぜひ皆さん選んでいただきたいなと思います。さあ今回も2人ともありがとうございました。ありがとうございました。この動画見て面白いよと思ってくださった方、チャンネル登録、高評価、そしてコメントもお待ちしております。次回もお楽しみに。